マイルス・デイビスですね、このソロ、トランペット。ダダラララルダラララダルダダルダダル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 ダダ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 。この曲ね、思い出がありまして、デイブ・リーブマンっていうサックスの方がいらっしゃるんですけれども、彼はですね、そのマイルス・デイビスバンドで実際にマイルスと一緒に活躍してたサックスの人なんですが、彼が当時私が留学してた時にですね、学校にクリニックでね来て、でまあ授業みたいのをこうみんなの前でやったんだけども、その時にですね、このトランペットソロのテープを、カセットをですね流して、で聞かせてくれたんですけど、それがね、ボーカルの生徒さんがこのトランペットソロをこう口でやってるやつで、でもそれがもうニュアンスとかもそういうのもなんかすごく忠実に再現してるやつで、でその先生が言いたかったのは、いろんな曲をねこうソロをコピーしたりしますけど、音とかそういうところだけじゃなくて、きっちりその本人のニュアンスとか、タイミングとかダイナミクスとか、本当にその人のソロだっていう風に聞こえるぐらいまで徹底的にコピーして、初めてそのコピーするっていう、こう本当のなんていうか意味がそこにあるんだよみたいな話を、まあ、してくれたんですけども、まあ耳コピとかね、まあ、タブフとかいっぱい売ってますから、あっさり別にコピーってできるんですけど、おはようございます、よろしくお願いします。ちなみに、今朝練でこうサイトリーディングやってましたけど、私はですね、この譜読みをするときはですね、こう右足左足をですね、こう1、2、3、4、まあそれたまに逆になってたりもするんだけど、ダウンビートをこう足踏みでやってるんですよ。そうすると交互に来るじゃないですか、1、2、3、4ってやってれば。なので拍を見失わないっていうか、その一小節の枠は見失いにくいなというか、感覚的に体がこうどっちかにいるんで、それがひっくり返っちゃってる、やっててひっくり返るってことは、どっか一泊すぽかしたみたいになっちゃうわけで、片足だけ踏んでるっていうのももちろんいいんですけど、それはただダーってこうずっといっちゃいますから、交互に踏んでるともうちょい一小節の感覚というか、まあ、1拍目3拍目もしくは2拍目4拍目の、まあ、周期というのが自分の中にこう取り込まれるかなとは思いますね。このままボーナスステージやっていくんで、まあ、よかったらそれもちょっと試しにやってみてください。このサイトリーディングとイヤトレで音楽理論の授業はですね、その留学時代は毎日あったかもしれないですね。あとアンサンブルという、まあ、ベースとドラムの、人が、入ってきて、で1人1回もしくは2回ぐらいずつ演奏するっていうね、先生がデモ演やって、でその日に譜面を渡されて、そのメロディーとアドリブの仕方と伴奏の仕方を1時間ぐらいで教わり、でその後の授業でもうアンサンブルやりっていうような感じで、1週間過ごしてたんですけども、日によってはアンサンブル2つとかあったかな。基本的にアンサンブルはジャズ、ファンク、ブルース、ロック、なんかそんな、あとは音楽理論でやったやつのアンサンブルみたいなやつで、基本的には1日1個ずつだったと思うんですけど、あれ落ちちゃった。はい、お疲れ様です。今日は10月31日です。はい、今イヤトレサイトリーディングの朝練が終わりまして、この後10時半からですね、音楽理論やっていきたいと思います。で今日の音楽理論はですね、まあ、ブルースについてちょっと解説しようかなと思ってまして、まあ、前回でコードネームとかそういうやつやってきたんで、一応一通りなんていうか基礎となるような部分は触れたから、もうちょっと枠を広げてまた基礎の部分というかカバーしておきたいことっていうところでブルースについてちょっとやっていきたいと思ってます。今日で7回目ですね。じゃあちょっとコーヒー
追加してこようかな。で今日はですね、日曜日なのでレッスンが結構入ってます。で皆さんこちらにいらっしゃいますね。オンラインレッスンはありません。ブルースってどういう作りしてるか。ブルースっていうのはですね、まあ、99% はですね、ブルースやろうぜって言ったら、12小節でできてます、まあ、今日はこのブルースの特徴とか作りとかそういうのがテーマになってきます。で、ブルースっていうののもう一個の特徴としてですね、この C っていうコードはですね、ドミナントのタイプですよね。4つ上です。 C から見て4つ上で、3段目はどうなってるかというと G7 に行きます。君と夏の終わり将来の夢みたいなありましたよね。あれタッカ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 してるので、あれは8分音符のシャッフルですね。じゃあドラムの人お願いします。ブルースやろうぜって言ったら確実にドラムは跳ねてきます。これが跳ねてないとブルースではありません。ブルースのコード進行でブルース進行で何かしらをやろうっていうことはあるんですが、ブルースやろうって言ってるって時点で確実に跳ねてます。これね、跳ねないとね、ロックになっちゃうんですよね。ざっくり言うとね。はい、じゃあこれでちょっとコード進行12小節弾いてみますね。一緒に弾ける方はぜひ弾いてみてください。で、この青い F7、2小節目行こうと思います。なので、こちら C7 に戻ってきてください。こちら。はい。いきます。1、2、3、はい。2段目いきます。3段目いきます。バックトゥーザフューチャー、皆さん見たことありますか。あれ1、2、3ありますけど、1でね、マーティーがね80年代とかに確かタイムスリップするんですよね。で両親の出会いというか大事なこうシーンで、学校のパーティーかダンスパーティーかなんかに行くんだけど、でそこで演奏するはずだったバンドの人がトランクに手挟んじゃってギター弾けなくなって、代わりにマーティーが弾くんだけど、そこでちょっと君たちには早いかもしれないけど、僕の故郷では流行ってた感じのやつ行きますって言ってやったのがこの、こんなのやってましたよね。ブルース進行で跳ねてないやつをやったからロックが誕生したみたいな感じなんですよね、あれ。で、それですんごい盛り上がってダンスパーティーが。で、バンドメンバーが電話して友人のチャックっていう人に電話するんですよ。ヘイチャックとか言って。で、お前が探してた新しいミュージックってこれだろって言って聞かせてるんですよ、電話越しに。ジョニー・ビーグッドを。で、チャックベリーっていう人がジョニー・ビーグッドを出して、このロックンロールみたいな感じに世の中になっていくんだけど、ブルースは跳ねてるんで、そもそもね。で、それをストレートにする、跳ねてないやつにするっていうことで、ロックっぽい感じのサウンドが誕生するんですが、ブルースはその元になってるやつですよね。ありがとうございました。お疲れ様でした。途中画面が落ちたりしました。しょうがない、もうこういうのは運です。どんなにチェックしても、始まる前にね、毎回やってますけど、別のルーム立ち上げてチェックしますけど、毎回ね、こういうのはね、起きます。確実に起きるわけじゃなくて、ほんと運ですね。これは。しょうがないです。カバーできたからよかったけど。はい。で、この後ですね、生徒さんがすぐいらっしゃいますので、準備していきます。
確かにこれ始める前にちょっとズームの挙動がなんかおかしいなっていうなんか感じはあったんだよね。サイトリーディングの時は良かったんだけど、音楽理論のやつ立ち上げた時にはなんかちょっと変だなっていう違和感はあったんだよな。レッスンがね、1個終わりまして、ちょっと空いたんで1時間ぐらいで、この間にですね選挙に行きます。もうすぐ近くなんですよ。おそらくこの小学校ですね、こちらで、やってるということなんで、ちらっとこれ済ませてで、午後のレッスンね、あ、もう午後入っちゃってるけど、今日は残り2つ、はい、やっていきたいと思います。ちょっと雨降ってきちゃったな。今のね、来てた生徒さんとはね、あの結構ジャズのやつやってるんですけど、もう何年も通ってくれてる方なんですが、もう譜面も読めるし、コードも読めるし、アドリブもできるし、ジャズも弾けるし、ね、今回ビバップの、ね、曲をやったんだけど、メロディーがまたクソ難しくて、で自分もその曲昔あの学校でやったんだけど、当時の運指とか覚えてないから、今日また作り直したんだけど、いや難しい。Look at me.はい、2つ目のレッスンが終わりました。もう一人生さんがいらっしゃいますね。はい、ちょっと空いてるんで1時間ぐらい、ここで明日の Vlog の編集を進めていきましょう。明日の Vlog っていうか、明日の Vlog もそうなんだけど、今日の朝練、こちらを編集しておきましょうね。途中今日落ちちゃって、画面シェアのやつが、ここを直しておこう。この辺、この辺、この辺、この辺。ここカットで、これを書き出します。朝練07書き出ししつつ、今日の Vlog ですね。あ、これ磯宮の映像が入ってないね。取り込み忘れてるじゃん。ちょっと一瞬休憩しようかな。ここまでノンストップで動いてるからね。ここら辺で一旦仮眠。次のレッスンで今日は終わりなんで、そっからこれ動画やれば仮眠じゃん、これはもう仮眠。紙取ろう、書き出しもあるし。はい、本日のレッスンも終了しました。お疲れ様でした。いや疲れた。2日間お休みしちゃってたからね、こう朝からのレッスンっていうのはね結構疲れます。でお腹も空いたんで、ちょっとスーパー行ってなんかお魚ないかなと思ってちょっくら行ってきます。雨もう大丈夫だね。最近お気に入りのカツオがもうないんですよね。時期的なものなのか時間帯のせいなのかわかんないけど、まあ遅いからね、そもそも行ってるのは。もうこれ9時半とかですから、まあ、その時間まで売れ残ってないんだろうな。だいたいこの時間あるのはね、ちょっと高めのサーモンの切り身とかマグロの赤身、そんな感じなんだけど、まあサーモンもいいんだけどな、あんまりね興味ないんだよ。
好きですけどね、カツオの柵みたいなやつで売ってるやつを買ってきて、もう自分で分厚く切って、でニンニクとか塩で、まあまあまあとりあえず行ってみましょう。最近ね、この今撮影で使ってるソニーのアクションカム、まあこれずっと使ってますけど、これ2台目ですね。こいつのね、入力レベルがちょっとおかしくて、ちょっと高めにこう入力されちゃってるんですよね。でおそらく原因はこのモフモフをつけてるんですけど、風切り音対策でね、それがだいぶねこれもう剥げちゃってて、これ付け直せばまた落ち着くと思うんだけど、動画編集してて波形がね、あれちょっと高めだなというか、入力が入りすぎてるなみたいな感じの気配があって、まあ今までがねちょっと低めに撮れてたっていう説もあるんだけど、自分の動画はあんまりこう音でかくしないようにしてるというか、見てる人の方で音量上げてもらうような感じで、あんまりこう、まあ、いわゆるこうマスタリングみたいな感じの、ギリギリのとこまでこう持ち上げるみたいな、そういうのはあんまりやらないようにするのが好きなんだけど、結構もう元々取れてる時点でピークに達してるようなレベルで取れちゃってるんですよね最近。まあいいんだけど、別にピーク超えてるわけじゃないから。ちょっと気になってんだよね。